こちら岡崎百貨店の世界。当チャンネル最多出演を誇る文房具バイヤーの岡崎弘子さんがついに自分のお店を持ったということでやってまいりました。場所は横浜の桜木町駅前にある有林堂が運営するストーリーストーリー横浜というお店の中でございます。行ってみよう。行ってみよう。早速ですね、岡崎百貨店のポスターありましたよ。ロゴがいいですね。スト横来るのも久しぶりですよね。岡崎百貨店どこかな。あれ。おだす。こんにちは。ここが岡崎百貨店ですか。どっからどこまで岡崎百貨店なんですか。こっからこうかけて、ここのエリアとここまで、そっちまで。大体でいいですよ。不動産の売買で来てるんじゃないんで。どっからどこまででしたっけ。だからこっから5坪ぐらいですか。そうですね。岡崎さんがお店を持たれたということでお祝いを持ってこようかと思ったんですけど忘れてました。この前ほらあれ書いてくれたから。いやいや、いい加減なマステで貼るのやめてもらっていいですか。あのブッコロの絵なんすか。あれブッコロを作ってくれた人が描いてくれたんです。隠れブッコロですか。隠れブッコロ。ちなみにここ常設なんですか、イベントなんですか。常設。やめって言われるまで常設です。なんでこんなこと許されたんですか。 YouTube のおかげです。皆さんが見てくれたり来てくださってるおかげで、じゃあそのうちマニタ動物園とかもできるかな。エプロンどうしたんですかそれ。これ売ってるんですよ。安藤ココチさんっていうところの手作りの、はい、すごくね肩が凝らなくて洋服みたいな感じ。確かにそんなにエプロン感ないですよね。生地も厚いし皆さんにおすすめなんで。ちょっと待って、売ってんじゃん直ペペ。ついについにですよ。あまりにも良くて、あれもあるじゃないですか、ヌンチャク。よく気づきましたね。しかも色とりどり3色みたいな。これいくらでしたっけヌンチャク。77円。これバカ売れすんじゃないですか。あ、執行のコンテナあるじゃないですか。執行のコンテナも大量仕入れで。早速ね商品見ていきましょうか。岡崎さんが好きなものを揃えた岡崎百貨店。ごちゃごちゃ僕が言うのもおかしな話ですからね。全部今日は褒めていきますよ。本当ですか。当たり前じゃないですか。これどうですか。これ、あ、それはいらないですね。なんで。平野元気さんが作った。あ、平野元気さん、大好きな人じゃないですか岡崎さんが。そう、シャボン玉製造機。わ、ちょっといいじゃん。これはこのままふーってするとグラスの光とシャボン玉の光が調和されて、すごい綺麗なんですよ。おいくらですか。16,500円。全部言い切ってないじゃん。これ工房設の永田さんっていう方が作ったシャーペンなんですけど、はい、シャーペンめっちゃ木目綺麗でてていいですね。希少な価値の木が使われているんですけど、はいはい、一本一本手作りなんですよ。神奈川でまだここしか売ってないこれ。じゃあそれ貯金箱なんですよ。お金を入れると懐かしい曲が流れるんですよ。ちょっとだいぶ、あ、はい、だいぶね懐かしい曲なんですね。もう消したいんですけど。流れるの待たないとダメなんですよこれ。いくらですか。4,950円で。4,950円。これ買うお金を貯金したいもんな。これなんですかこれ。これ副賞なんですよ、社長表彰の。え、じゃあ社長から送られたものってことですか。そうです。あ、これは瓶の王冠で作ってんじゃん。そう、社長がこれはいいと思って買った。でもそれは私も狙っていたものだった。たまたま合致してくれたみたいな。え、そんな彼氏と彼女みたいなことあります。これ3万出したら売ってくれます。いや、ちょっともうだって1点だったら5万、8万、8万、10万、12万大切にしてくれるんだから、ね、皆さんこれいらっしゃっても売れませんからね。うわ、ガラスペンもめっちゃあるじゃないですか。あ、福島さんのおすすめのやつあるじゃん。グラススタジオハンドさんのリフレクション。あ、さ、リフレクションガラスで作ってるやつ。ほら、福島さんがグリ工房の猫と一緒ガラスペン。ここにもあるじゃないですか。これはドイツの工房の手作りの品なんですけど、先が黒だったりね、赤だったり素敵なんですよ。書きますか。ちなみに普段も試し書きってできるんですか。もちろんできます。やっぱりね、自分の好きなのは書いてもらわない。ああ、なるほど。これかっこいいです。これちょっと書きます。はい。え、なになに、こんなとこあんの。そうです。買ったことないけどデパートでお化粧品買ってるみたい。さすが岡崎百貨店ですね。ちょっとね、お付けしますね。どうぞ。ありがとうございます。あ、これ書きやすい。インクの持ちもいい。そう、かすれないですね。
デザインも日本にないデザインで、そうですね、またちょっとね違って、めっちゃいい。この頃必ずサイン入れてくれますね。お料理好きですよね。お、ピーラー、これはずっと使ってるんですけど、私使いやすい。これ使っちゃったら他のピーラー使えないから。これもドイツ製だ。あ、軽い。歯が湾曲か、多分切りやすい。タッチがね、岡崎さんやっぱり岡崎百貨店になると熱がすごいですね。定規の時とかより全然、やっぱりあんま定規好きじゃないですよね。え、なんでそういうこと言うんですか。これちょっと売ってないんですけど、ご説明していいですか。さすがですね。ここのオープンの時にうちのキキちゃん、はい、キキちゃんが奪い取ってきたキキちゃんのベッドなんですけど、こんな可愛いベッドでキキちゃん寝てたんですか。寝てますよ。これどこで買ったんですか。お姑さんにもらった。お姑さん、旦那さんのお母さんに。そうです。うちの子がね、これに人形入れて遊んでたんですよ。で、遊ばなくなって猫が寝てた。じゃあもう岡崎家代々の、代々のベッド。へえ。あとこれは、これですか。ひろこって書いてません。私が書いたんです。え、マジでこれ岡崎さん描いたやなの、うん、まあまあ上手じゃないですか。本当ですか。下手だったから額縁をすごいのにしてもらったんです。額縁すごいのにしてやるから300万するんですよって言われたら、そうなんですねって思っちゃいますもん。何年前ぐらいに描いたんですか。20年ぐらい。じゃあ岡崎さんが10歳ぐらいの頃の作品。ちょっとここ石好きだから。で、ほら、うわ、すげえ。何これ。ですよ、光る宝石ですか。あ、これもすっげえ光るじゃん。これそうなんですよ。楽しくないですか。あとやっぱこれですよね。馬の皮なんですよ、はい、これ木ですよね。皮全部皮で、一点物で 13,828 円。これは安い。ここのスペースはビスケットさんっていう谷中の可愛いものばっかり売っているお店がすごい好きで、そこのポップアップ、これなんですか。ドレスデントリムスっていう、これを切って裏にボンドをつけてアレンジしたりする。こうやってやるんだ。あとワイヤーで作った人形とかも表情が可愛くて、ちっちゃい。メイドインハンガリー、チュッ、ブクロちゃん大好き、チュッ。これあれじゃないですか、蛍光ガラスペース。これ、うん、そうそう。あ、ほんとだ。あ、すごいじゃん。コメント欄に結局光らせないんかいって書いてありましたけど、うわ、すっげえ光るじゃないですか。川口さん、あなたの作品ちゃんと紹介しておきましたよ。恥かかせてごめんなさい。桜木町に来た際にはフラッとね、岡崎百貨店寄っていただければと思います、はい、入場料おいくらなんでしたっけ。ただです。え、こんなにいいものばっかり置いてあって、ただなんですか。ただなんです。これは驚いた。だって桜木町の横浜エアーキャビンなんて片道1000円するんですよ。それが岡崎百貨店はなんと無料。うっそー。じゃあ岡崎さんから最後に一言メッセージお願いします。私の思いが詰まったお店になっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。モノマネ。もうなんでモノマネ。怒ったキキちゃん。はい、お願いします。いやー。